ホイップ大好きなんですよ。なんか一回やってみたかった、鬼盛りを。かわいい、かわいい。はい、どうも、料理の皆さん、リュウジでーす。はい、ということですね、今回はなんとコラボの方があるんですよ。 YouTuber さん、料理系 YouTuber の方で初コラボです。よく来てくれたなと思ったんですけども、ご紹介させていただいていいですか。こちらの方です、お願いします。こんにちは、はるあんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はるあんちゃんを呼んでしまいました。本当にありがとうございます。本当にはるあんさんのファンの方、本当すいません。なんでですか。普段の他の動画を見てる人もなんてところに呼んでんだっていうあの感じかもしれないんですけど、まあ、今日はね、はるあんちゃんに料理を教わりたいと思いまして、はいはい、しかもですね、僕の動画見ていただいてる方は分かると思うんですけど、はい、もう僕つまみばっかじゃないですか。つまみとなんか丼とかスパゲッティばっかなんですけど、はるあんちゃんはデザートレシピも豊富なので、で今回はぜひデザートを伝授していただけないかということでですね、今回ははるあんさんの一押しの、はい、そうホットチョコレートっていうのをね、絶対に僕が作んないレシピですよ。、はい、でも甘党、甘いの大好きです、ね、はい、甘いの大好きなんですけど、自分であんま作んないですね。あー、なるほど。お酒と甘いのって合うんですか。めっちゃ合いますね。パフェでもいけるんで。、はい、すごいですね。まあ、今回はですね、はい、そんな感じで、はい、ちょっとはるあんちゃんに、はい、料理を教わりながら、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、はい、じゃあはるあん先生、はい、材料をちょっと教えてもらっていいですか。はいはい、はい、とっても簡単です、はい、まずはですね、ココアパウダーを最初に使います、はい、そしてちょっとのお水も使うんですけど、まあどこにでもあると思うので、練ってから牛乳を入れて、牛乳、はい、はい、そして最後にチョコレート、ダークチョコレートがおすすめです。ダークチョコレートがいいですね。そうですね、はいはい、ミルクチョコレートでもいいんですけど、ものすごく甘くなります。あ、はい、じゃあダークチョコレートの方、そうですね、はい、ダークの方がちょっと大人といいますか、はい、美味しいホットチョコレートになるんじゃないかなと思って、最後に、ね、トッピングはこの生クリームなんですけど、生クリームは私動画ではもっとなんていうの、脂肪分が高い生クリームを使ったりもしてました、うんうん、なのでまあお好きなホイップで、はい、でこれを泡立ててホイップにしていくので、あとお砂糖も使うかなというところです。お砂糖も、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれでは作っていきたいと思うんですが、はい、はい、ホットチョコレートとっても簡単です。まずはですね、はい、お鍋を用意していただいて、はい、ココアパウダーをきちんとした分量じゃなくて平気なので、だいたい2人分からスタートぐらいで、はい、ティースプーン2杯ぐらいのココアパウダーをお鍋に入れてください。大体2杯から3杯作れるかなという計算です。このチャンネルの人たちも多分困惑してると思うんですけど、2杯ですね。2杯大体で本当に大丈夫なんです。少量のお水を用意させていただいたんですが、このお水をちょっとだけ入れてください。ほんのちょっと、はい、これ全部入れなくて大丈夫です。これぐらいですか。そうですね、はい、そしたら泡立て器で練ります。ちょっと粉っぽいなと思ったら足していただいていいんですけど、はいはいはい、お水少ない方が牛乳たくさん入れたいなっていう思いがすごい私にはあるので、うん、あ、なるほどね。濃厚な方がいい。そうなんですよ。あ、なるほど。お水で最初練るとココアパウダーがちゃんと溶けます。もうちょっと入れますか。もうちょい入れますか、はい、こんな感じで、はい、はい、あ、いいですね、いいですね、いいですね、はい、いいですね。ペーストのような感じになると思うんですが、ゆるいペーストに、あ、そうですね、あ、なってきましたね。なってきましたか。先生、なってきました。よかったです。はい、こちらもとっても分量は大雑把なんですが、コップ2杯分の牛乳をコップ2杯分、はい、はい、ここに加えます。なんですが、最初から一気に入れてしまうと混ざりにくいのが嫌なので、はい、最初はちょっとずつ入れるのがポイントです。わ、はい、かりました。ちょっとずつ入れていきます。はい、そのぐらいですね。これぐらいですか。はい、ココアパウダーを完全になじませて3回ぐらいちょっとずつを繰り返すといい感じに、もうあとザーッと入れちゃっても大丈夫です。料理を教わったの初めてかもしれない。料理を覚えたのって独学なんですか。僕独学です。全部こうなるとダマにならないんですね。そうですね。なるほどね。入れていただいて、ココアでまずなんかベースを作ってから、チョコレートでとろみと甘さを付け足すみたいなイメージですね。ホットココアの場合はここにココアパウダーを入れて、お砂糖も同じ分量かココアパウダーよりちょっと多いかぐらいのお砂糖を入れるとホットココアになります。あ、なるほどね。いいですね。そしたらもう全部ドーッと入れちゃって大丈夫です。いっちゃっていいですか。はい、飲むマグカップで作ると大体、うん、あ、なるほどね。これ飲むぞと思ったので、うん、牛乳を量りながら入れると大体同じぐらいになる。あ、でもカップに合わせられるっていいですね。そうですね、うん、本当に大体で作れます。でもこれも、はい、お願いします。これもうダート入れちゃっていいんですか。入れちゃって大丈夫です。ありがとうございます。混ざったら火にかけます。火にかけます。
はい、何火がいいですか。そうですね、あんまり強火だと沸騰した時に困るので中火ぐらいで、はい、ちょこっと、うん、あの縁が温まるような、あ、ちょこっと、はい、そうですね、チョコだけにね、チョコだけにね、チョコだけにね、そうですね鍋一つでできるんですね。そうですね、お鍋一つです。これはいいわ。そうなんですよ、これはいいですよ、奥さん。はい、甘いものが飲みたくなった冬の寒い日なんかにはとっておきです。いいですね、はい、まだまだ寒いですからね。そうですね、本当にね、教えてもらうっていうのは ないんですよ。新鮮です。はい、やり方もなんか全然違くてすっごい勉強になりますね、これね。人に教えてもらうと、うん、なんか気づきがありますよね。うん、あ、ちっちゃい、ほんとちっちゃいポイントなんですけど、うこうやって言うんだとか説明するんだとか、さっきもあのリュウジさんの柴犬色、柴犬色はすっごい参考になりました。本当に柴犬色かと思いました。かわいいでしょ、あれかわいいですね。かわいい表現でしょ。かわいい、柴犬かわいいですよね。今日これやろうっていうのはどうやって考えたんですか。食べたいものです。食べたいの、あ、これを食べたいなって思ったり、まあ、その日の時もあれば、1週間ぐらいひらめいてその日に撮影しようとか。なるほど。あとスーパー行って、例えば春菊が安かったら春菊のサラダ作ろうみたいな感覚で、ね、完全に感覚なんですね。あ、そうですね、完全に感覚です、ね、完全に感覚、はい、それか視聴者さんの、はい、完全に感覚なんですね。リュウジさん、ちなみに僕ですか。はい、僕も完全感覚ですね。あ、そうなんですね。完全感覚ドリーマーなので、完全感覚ドリーマーなので、完全感覚ドリーマーなので、あ、いい感じですか。はい、温まってきた感覚ありますかね。板チョコを、はい、割って、ポリポリ割って入れちゃってください。結構でもチョコレート入るんですね。あ、私は好きなのでいっぱい入れちゃうんですけど、もしちょっとこんなに入れるのはどうなのと思われたら少なめに。じゃあもう入れましょう、ガンガン入れましょう。美味しいですよ、ガンガン入れていきましょう。ここからは泡立て器の方がいいかもしれない。泡立て器ですか。はい、ちょっと火を止めます。で、あんまり泡立てると泡立っちゃうんですけど、はい、チョコレートをきれいに攪拌させないといけないので。こんな感じでいいですか。はい、大丈夫です。温めながら沸騰させます。で、ちょっと煮詰めます。あ、すっごいかも。吹きこぼれちゃうと大変なので、はい、それには注意しながら。注意しながらね、はい、はい、でも、ちょっと煮詰めるので沸騰させたいです。皆さん、ここポイントですよ2回沸騰すると、煮詰まる感じです。とろっとしてきましたね、とろみが。うん、ほんとチョコレート色になってきますね。ミルクあんなに入ってたのに。いい感じ、危険いい感じに、いい感じになってきましたよ。これ完成ですもん。完成です。ちょっと冷ますというか、置いている間に蒸発して濃厚になるので、濃厚になる。飲む直前に温めたら。ホットチョコレートの元は完成したので。はい、ホットチョコレートは完成したので、はい、トッピングの、はい、ホイップを作っていきたいと思います。ボウルに生クリームを入れます。大さじ1杯から2杯のお砂糖を入れてください、はい、はい、で、今日はホットチョコレート甘いと思うので、はい、1杯でいいと思います。はい、1杯で大丈夫。久々だな、やる。頑張ってください。入れてください、僕のホイップさばきを。こんな感じで大丈夫ですか。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい。はい、体力の限界来たら変わります。先生、見ててください。はい。体力なくなってきた。あ、でもちょっともたっとしてきました。もたっとしてきましたか。大丈夫ですか。多少緩くて全然大丈夫なので。頑張ります。飲むものなので。変わりますよ。変わりますよ。上から掴むような感じ。上から掴むような感じで。どんな感じですか。こんな感じで腕全体を使って、はあはあ、こうやって混ぜるとここが疲れない、はあはあ、これは重労働だわ、これはちょっと変わってもいいですか。変わります。手つき違うなぁ、さすがに。ちなみに原田さん、おいくつですか。19です。19歳、はい、33歳でーす。ほんとすいません。あ、いいルーイホイップの方が飲みやすいので、はい、先生、もったりしてきますわよ。どうです、どうですか。よく頑張りました。ありがとうございます。疑惑だ、これ。ホイップ大好きなんですよ。なんか一回やってみたかった、鬼盛りを。あ、そのぐらいにしてきますか。こっちはかわいい、かわいい、かわいい、かわいい。これかわいくないですか、これ。これはもう映えですよ、これ。映えますか。今までこんな料理出てきましたか、このチャンネル。ということで、はるあんさん直伝のホットチョコレートの完成でございます。完成です。はい、ということでですね、出来上がりましたので、じゃあ早速いただいてもよろしいですか。はい、はい、ぜひ。いただきます。どうぞ。はい、うまね。お
濃厚です、そうね。あ、そうですね。飲むチョコレートって感じですね。チョコレート味がすごいする。なんかココアみたいな感じなのかなと思ったら、ココアとは全然違いますこれね。そうですね。甘すぎず、あ、うん、大人が飲んでもすごく最後まで美味しくいただけるっていうような味付け加減になってるので、もう非常に素晴らしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私もいただきます。どうぞどうぞ、召し上がってください。あ、美味しい。甘いのは最強ですね。ココアとは全然違う。濃厚さが全然違うんですもんね。めちゃめちゃ美味しいんですけど、僕のちょっとチャンネルはちょい足しをやってるんですよ、はいはい、それをちょっと今回も味変して、はい、リュウジさん風に、はい、僕なりの味変していいですか。はい、ありがたいです。じゃあすいません、あのこいつを、はい、ラム酒って言うんですけど、多分コラボしないとこの美味しさが伝わらないと思いまして、ものすごいこの美味しいホットチョコレートにもう絶対ラム合うだろうかなり入りますね。香りが良くなって美味しそうですけどね。これ絶対やばいよこれ。めちゃめちゃうまいけどこれ。ずっとこれで体温めてない感じですね。体の底から温まるわこれ。癒しが欲しいなっていう時に、このホットチョコレートを作って、もう最初の一口二口普通にチョコレート楽しんで、あとはもうちょっと温めたいなっていう時に毎朝入れていただいて飲んでっていうので、これ以上のくつろぎタイムあるかっていう。まったりですよね。今回は数少ないね、僕のねスイーツのレパートリーにカラアンちゃんのホットチョコレートを、提供させていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、ぜひねこれからもね時たまそうコラボとかね、あ、ぜひぜひ、させていただけたら。ということで、はい、本日はハルアンさんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ハルアンさんも、YouTube で、ご活躍、はい、料理系 YouTuber の方になっておりますので、はい、概要欄とかにね動画のリンクを貼らせていただいておりますので、ぜひそちらもチェックいただきたいと思います。あとね、はい、レシピ本も、あ、ね、そうなんです、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと番宣もお願いします。あ、いいんですか。どうぞどうぞ。この場をお借りしまして、はい、ですね、今日食べたい一品がすぐに見つかるハルアンのとっておきレシピが3月5日に発売されます。リュウジさんは大先輩でとても尊敬しております。私の本もですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、買います。買います。僕買います。ありがとうございます。このレシピ入ってます。あ、入ってないです。入ってないの。はい、これは動画限定です、ね。動画限定で、はい、これは動画限定で、じゃあずっとこの動画見てください。どういう本なんですか。私の普段の作っているレシピとか、あとは、動画で人気だったレシピとかをギュッとまとめた本に。じゃあオールジャンルってことですか。あ、そうですね。あ、いいですね。パンのレシピから簡単なおかずとか、どんな皆様でも作れるように。そうですね。あ、いいですね。はい、買います。買います。買います。ありがとうございます。買いますということで、はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか上から目線になってないですね。全然でも本当に本当にすみません、本当にもう僕マスコットキャラクターとして扱ってこられて、ゴロリみたいなね。あ、わかんないか。いや、わかります、わかります。ゴロリ知ってますか。知ってます、大丈夫です。すみません、本当に。花カッパわかりますか。